しいところですね。グッバイ、それじゃあ僕にとって君は何、答えはわからない、わかりたくもないのさのとこですね。答えはわからない、わかりたくもないのさ。で左手はこっちか、こうか、わかりた、そうっすね。ちょっと待ってください、こっちか、こっちか、こっちだ。こっちもこういう風に中に入ってく、中に入ってく、中、中、上、でもこれ左手を右手が追っかけていくだけなんで、追っかけていく感じですね。左手の後を追っかけていく、なんかもうずっと追っかけていく感じ。下下上上、下下上上、下下上上、それを離していく感じ。でもこれ慣れですね。下下上上、私も最初こんがらがりましたよ。借りてこもないのさー、やったらさーで胸の横まで下ろしていきます。でその後指先、また人差し指、さっき君にとって、君にとっての時タンタンタンってやってた指先、人差し指の状態で前に持ってきて、またクロスします。クロスして落とすんですけども、前クロスして下に落としてたんですけども、クロスして内回し2回で落としていきます。外から内にアイスクリームとかの縁をこう 取る感じ、クリームすくい取るイメージですね。外から内に持ってくる、前に持ってきてクロスして落とすときに内回し内回しで手を下ろしていきます。でプラスマイヤー外じゃなくって内に入ってきます。左右左で右左になります。1,2,3,4,5回かな、なんで腰が1,2,3,4,5で下向いて頭上げます。頭上げて足横にしながら指さしていきます。横右右を指さします。でまた内回し1回やって開いていきます。内回し1回転して開いていって、その開いた手を見ていきます。でまた指さすって感じです。で指さしていきます。一つ、カタタタタタタタララタランララララン、で顔上げます。君はで指さします。君は、隣に君がいると思って、君は。綺麗綺麗で打ち回しで花を描くイメージですね。綺麗だーんで刺していきます。君とのラブストーリー、それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ、ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。